はい、皆さん、こんにちは。こんにちは。村長スタジオです。今日は、また小ネタをやります。小ネタ兄貴ですね。はい、そうですよ。今日の話題というのは、僕が最近ハマっています。この、インスタコンポーザーをより便利に使うというのが、最終目的で。それはユージャムと組み合わせて、アレンジのイメージをつかむ、ということになります。でも、本来は、その目的以上に、画面の右の方に2つ、同じプラグインが並んでるでしょう。はい、そうですね。なんで2つもあるのかなと思ってました。この2つは、ミディポリッシャーというソフトウェアで、無料で配布されています。これはミディの信号を、どのチャンネルを通すか、通さないかというような、フィルターをかけたり、そして、今回の一番の目的は、このトランスポーズというところなんです。このトランスポーズというのをうまく使ってこそ、ユージャムがとっても便利に生きてくるということなんです。まず最初に、インスタコンポーザー自体を全く知らない方もおられますので、そのインスタコンポーザーのお話からしたいと思います。まずインスタコンポーザーは、このように、Go というボタンを押すたびに、フレーズをこのように考えてくれるんです。そして、曲作りが便利にできるソフトウェアなんです。5つのトラックのアレンジをしてくれます。そして、今日お話しするのは、一番上のトラックと、一番下の白玉和音でできた、コードというチャンネルを利用したいと思います。まず一番上はメロディーですので、メロディーのところには、キーズオンクラシックというピアノの音源を入れてあります。画面左のインスペクターのところで、インスタコムポーザーからのインプットで、チャンネルは1チャンネルです。という風に指定します。オーソドックスなインプットのやり方ですね。はい、そうです。じゃあこれで鳴らしてみたいと思います。はい、このようにメロディーがピアノの音で鳴りました。次なんですけれども、シンセサイザーを起動します。トロンというプラグインアライアンスが扱ってるシンセサイザーです。これの設定は、先ほどのオーソドックスなミディインプットの方法ではなく、スタジオ1特有のプラグインの上にあるダイレクトインという機能を使います。そしてここで、インスタコムポーザーを指定しまして、チャンネルは5チャンネル。このように設定できるんですよ。そんな方法もあったんですね。はい、そうです。この方法でトロンを鳴らしてみたいと思います。なかなかかっこいいですね。はい、じゃあこれで2つですが、この白玉和音で今、鳴らしたわけですけれども、ここからが今日の話の本題になります。ロイヤルというベースのソフトを立ち上げました。このベースのソフトは和音を指定するだけで、いろんなフレーズが演奏できるソフトなんですけれども、コードの指定は C3 より上の2オクターブ半の領域で指定するように決められています。それに比べ、この VB アンバーというギターのソフトウェア、そしてシルクというユージャムシリーズのほとんどのギターは C4 より上の2オクターブ半で、ベースとは1オクターブの違いがあります。でも、インスタコムポーザーの5チャンネルからのミディを処理したいというのが希望です。それには、この2つのミディポリッシャーが必要なんです。ここのトランスポーズのところに、ギター用に作ったプラグインのセッティングは、36というようになって、3オクターブ上げてあります。そしてこちらはベースですが、ベースの方は24という値で、2オクターブの値をセッティングしてあります。この設定で、ベースの方をまず鳴らしてみたいと思います。はい、もう一度流しますので、この右のコードエリアの C3 より
上の2オクターブ半をよく見ててください。このようにして、ベースのフレーズもこれだけじゃなくって、もっと違うフレーズに変えることもできます。はい、このコードエリアの約中央ぐらいになっていましたが、もしこれを24ではなく、12としてオクターブ下げたいと思います。そうすると、どうなるかというと、この C3 の領域より下のところのスタイルフレーズを指定する場所にまでコードが割り込んできました。こうなると思わない演奏結果になりますので気をつけないといけないです。そんなことなったら違う音が鳴っちゃうよね。その通りですから、必ずここは2オクターブ上げておく方がいいわけです。もちろんそれにはこのインスタコムポーザーのトラックとも関係します。ここでインスタコムポーザーの方もオクターブを調整するようにできていますが、こちらは0にしておいて、そしてこういうトロンというシンセサイダーも、そしてユージャムのベースシリーズも、ギターシリーズも、すべて一つのMIDIで鳴らそうと思ってるから、このようなセッティングになるわけです。次は、アコギを見てみましょう。このギターの方は上の方のMIDIポリッシャーのように3オクターブとなっています。これでやるとちょうどコードエリアの約真ん中ぐらいで指定ができるようになります。アンバーを鳴らします。うまくいきましたね。はい、よかったよかった。じゃあ次はシルクというナイロンギターを鳴らします。これもちょうどこのように C4 の領域からの2オクターブ半のちょうど中央ぐらいで演奏されました。このようにしてMIDIポリッシャーは入ってきたMIDIの信号を自由にコントロールできて、今回はトランスポーズ機能を使ってオクターブ変換したということになります。じゃあこれで少しずつ音を積み重ねていきながら鳴らしてみたいと思います。ちょっとミキシングのバランスは良くなかったかもわかりませんが、このようにインスタコムポーザーのチャンネル5の白玉和音をユージャムのいろんな楽器でうまく活用しようという方法でした。なんかルーティングって初心者には難しいですね。うん、確かにね。でもね、このルーティングというのはとっても大事なんで、これからもいろんな場面で効率化するのには重要なポイントになるので、しっかり押さえておいてください。はい、わかりました。では、今日のポイントをおさらいします。
今日の目的は、ユージャムで白玉和音を有効に使いたいというのが目的です。それにはツールで、右の方にあるミディポリッシャーというのを活用して、オクターブ変換をしたということになります。そのオクターブ変換で、ユージャムの C3 以上の領域から指定するベースと、C4 以上の領域から指定するギターシリーズをうまく組み合わせて、一気にやってしまおうという試みです。インスタコムポーザーは、最終の楽曲を仕上げるためのツールではありません。アイデアを検討するためのツールです。これを活用するのに、あまり時間がかかっていては本末転倒ですので、これらをスピーディーに使ってほしいために、今日の動画は作りました。また、一つ勉強になりました。そうだね。これからも、一生懸命 DTM を勉強していこうね。じゃあ、今日のお話は終了にします。村長スタジオでした。ありがとうございました。ありがとうございました。またね。